皆さんこんばんは、翔です。ということで今回は、ポケモン GO のね、日記、毎日日記の方をやっていこうかなというふうに思います。ということで、まず今日ゲットしたポケモンですよね。まあ、それがもうメインかなと思うんですけど、日付順。これが多分上かななってるんですけど、まあ、今日何からゲットしたんだっけなぁ。まあまあ、今日2時間ぐらい外に出ました。はい。2時間ぐらい外に出て何からゲットしたんだっけな、なんかコラッツとかその辺だった気がしなくはないんですけど、この98のコラッツから、そうですね、この上に向かってたまたまとかもゲットして、鬼スズメポッコで、新しいポケモンがマダツボミをまだ今までゲットしてなくて、マダツボミをゲットしました。僕はあとはね、そうカイロスまた出て、カイロス結構出んだよね。あ、そう、あとこれ、そうゼニガメ、これで御三家全員揃ったんですよ、僕。あとでちょっと確認してみましょう。そう、ゼニガメがね、これ3体じゃない。御三家が全員揃った。で、たまたまも、ね、今回初めてゲットしました。ナッシーにね、早くしたいですよ。ナッシー結構強いらしいですよ。そう、クラブもゲットした。どんどんサトシのポケモンが、初期のサトシの手持ちのポケモンがどんどん手に入ってきてくれてて、結構嬉しいです、僕は。はい。クラブもね、3匹ぐらいゲットしましたけど、この CP の差よね、117と10。やばいよね。そう、サンドはね、かわいいよね、サンド。嬉しかった。で、カラカラもね、ゲットしました。レアですよね、結構カラカラも。うん。嬉しい。で、結構、今までゲットしてないポケモンゲットしてますね。今の、まあ、5、6匹ぐらいですね。で、まあ、番号順で見ていきましょうか。はい、こんな感じですね。不思議だね。人影ゼニガメ。これ嬉しいね。御三家全員揃ってるから。あとピカチュウとバタフリーさえ、まあ、バタフリー多分作れると思うんですけど、多分もう進化できるの、多分おそらく、うん、進化できるわ。キャットピーの飴ちょうど12個あるから、あれだ、トランセルにまではできるのか。要はあのバタフリーにはできないから、まあ、バタフリーをゲットすればもうサトシの手持ち、あとピカチュウとこの2体ゲットすればもう、あと僕ピジョンを持ってるんでサトシの手持ち完成ですよ。目指せではないですけど、まあ、なんか嬉しいですね。こうやってどん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 ポケモンゲットできるのは、まあ明らかにやっぱり初日よりは、まあもう自分が持ってる手持ちのポケモンの方が多いので、やっぱりその分あのどうしてもあのね、やっぱり少なくな、あのどうしてもあんまりゲットできない、その新しいポケモン発見しにくくなるわけですよね。自分が持ってるポケモンの方が多いですから、まあだからその分喜びはやっぱちょっと喜ぶ瞬間っていうのは少なくなってしまうんですけど、やっぱりでもゲットしてない、出てこなかったポケモン、やっぱり普通に道端で僕後輩と一緒にフィールドワークしてたんですけど、普通に楽しかったですね。お、出たわ、やべえわ、めっちゃ普通になんか声出しちゃいましたね。普通に楽しかったです。で、こんなにさ、例えばビートルっていっぱいいるからさ、ここでさ、で、ボックスもね250枚しかないんで194だから、結構こうやってね、飴に変えていきましょう。ボックスがいっぱいになっちゃうとこうやってね、そう、飴にしましょう。ビートルの飴どんなんしてる、何々したの、そんなことは気にしてられない、そんなことは気にしてられんの、ほんとと。ビードルの飴ね、41個あるんですよね。だからスピアとかできんじゃねえ。もう進化に関してはまた別途違う動画でやります。別途違う動画でやります。そう、あのね、そう、あんまりここで進化させちゃう、なぜかというと、まあその時の、まあちょっとおさらいっていうか、まあ、自我予告みたいになっちゃうんですけど、まあ、進化するときっていうのは、かなり経験値が手に入るんで、まあ、幸せの卵を使いつつ、ガンガン一気に進化させていった方が、レベル上げの効率にすごくいいので、まあ、そういうことをしていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、実際やるのはまた今度にします。ちょっとまだ、僕はそんなに今、なんですかね、ポケモン持ってるわけじゃないんで、だから、そう、がっつり、やるのはまた別の動画でやっていきたいなっていうふうに思っております。とりあえずその重複しちゃったら、とりあえず弱い CP の、ポケモンからどんどん博士に送っちゃってください。ポッポとかさ、何匹いいんだよ、本当にもうマジでポッポとかマジでさ、ポッポとかはいっぱいゲットしていいんですよ。だからなんだ、ポッポいっぱい出たからすごく楽しい。また BGM 消えた、本当に。またあれなんかかけるよ。まあ、この間あれリクエストあったから、あれです。今多分かかってるのが、あれ、ギラティナ戦ね。反転世界の時のギラティナ戦ね。プラチン時の音楽かけてると思うんですけど。まあね、とりあえずその、同じポケモンでもどん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 その、
ゲットしていった方がいいです。これ飴をいっぱいゲットして、とりあえずその経験値っていう意味でガンガン進化させて、要はバトルに使わなかったんですけど、ガンガン進化させて、どんどんそのね、要は経験値を手に入れていった方がいいんで、本当にね、こうコラッタとかも結構いっぱいゲットできるじゃないですか。ズバックとかもポンポン結構いるな。ドードーもいっぱいいる、まあ、この辺も結構いっぱいいるんでね、やっぱりあのちゃんと進化させていきたいなっていうふうには思っております。はい、以上が、今回の、僕の日記でございました。また、明日日記とか、日記とはまた別に、まあ、さっき言った通りのなんかレベル上げの効率のいいやり方であったりだとか攻略方法などを、説明していきたいなというふうに思いますので、ぜひよかったらこちらの方もチェックよろしくお願いします。この動画がよかったら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またチャンネル登録まだという方はチャンネル登録よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。